皆さーん。ちょっと出だしが変になっちゃった。こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。なんかいつもと出だしが違うな。おかしいな。調子悪いのかな。ご機嫌いかがですか。私は、まあ、髪も乾いてきて、いよいよお昼が近づいてきたなっていうところで、ワクワクドキドキしております。何をって？そりゃビールを飲むのもですよ。はい。おいしい。いいっすね、ビール。はい、いいっすね。朝のお勤めが終わりました。もう最近朝のお勤めって呼んでるんですよ。同居人からそう言われてるんで、朝のお勤めって、休みの日とか、休みの日とか僕ひそひそ声で喋ってたりするんですよ。彼女が、あ、彼女って言っちゃった、同居人が寝てるんで。だから、マイクの音量を、入力レベルを上げて、ひそひそ声でもちゃんと、みんなに聞こえるように、音量を、レベルを、入力レベルを上げて、こう、録音してるんですよ。そこまでするかって感じですけど、起きるの待てばいいじゃんって思いますけど、だって家事終わっちゃったんだもん、もうやることないんだもん、って感じで、はい。じゃあ本でも読めようって言うんですけど、最近本読む気ないんですよ。なんかもう YouTube のことばっかり考えて、はい。それはそれでどうかと思いますけど、とにかく僕は朝のお勤めがやりたいんですよ。いや違う違う、朝のお勤めは僕が名付けたんじゃない。まあ、とにかく、そうやってやってたら、彼女が起きてきて、で、あ、おはようとかって言うと、朝のお勤めって言われるんで、あ、はいって。それから朝のお勤めっていう言葉が使われるようになったんですよね、うちの中で。はい。ということで、朝のお勤めが終わりました。はい。ちょっとですね、コンテンツ1個終わりまして、実は終わりですって言わなかったんですけど、終わりまして、日本政治への提言がですね、一旦終わりました。はい。全省庁に対して自分の言いたいことを全部言ったんで、はい、とりあえず終わりました。はい。あ、別に政治家になる気はないですよ。あ、なろうと思ってたんですけどね。はい。なろうと思ってたんですけど、断念しました。はい。なんか、説明会があったのに、僕、それ知らなくて行かなかったんで、立候補できなくて、はい。本当は、4月の23日ぐらいに、江戸川区議会議員になるつもりだったんですけどね、僕。江戸川区議会議員をやっている YouTuber って。ガーシーさんみたいなことはしませんよ。はい。私、ちゃんと議会に出ますから。それになるはずだったんですけどね、ちょっと議員になれなかったんで、じゃあこのまま政治オタクでいようかなということでやってたんですけど、まあそれも一段落しまして、まあこれ以上政治のことを語り続けるのもね、と思うんで、まあ政治のことを語る機会はね、ヤフーニュースのニューを解説っていうコンテンツあるじゃないですか、私がやってるの。はい。朝の一発目にやるやつ。はい。あと、知恵袋、ヤフー知恵袋のお知恵を拝借っていうことで、ヤフー知恵袋でこう、政治的なことを検索すれば、まあ政治の話はできるんで、まあ、それぐらいに逆に留めておこうかなと。ちょっと、政治色強い YouTube チャンネルという風になるのをちょっと避けようかなと思って、はい。これからは何にしていこうかなっていうのは模索中です。はい。模索中です。どんな YouTube にしていこう、このチャンネル。はい。僕何が喋りたいのかな。ねえ。何が喋りたいんですかね。基本的には Vlog なんで、YouTuber じゃないんで僕は。Vlogger なんで、なんて言うんですか？その、
無理して人を笑わかすとか驚かすとかそういうことをする YouTube をするつもりはないんですよ。全くないんですよ、はい、だから別にチャンネル登録者数もそんな増えなくてもいいですし、なんていうか、まあそれ増えた方が嬉しいには決まってますよ。けどなんていうか、増やすためになんかキャラじゃないことをするとか無理なことをするとか、なんかむっちゃおもろいことをやって時間とお金をかけてやるとかそういうことはもう全く考えてないんですよ、はい、ただ自分が喋りたいことを喋るっていう、はい、っていうか家の中に僕一人しかいないから寂しいからとにかく独り言を喋るみたいな、それを録音して配信してるだけのチャンネルなんで、このチャンネルは、はい、申し訳ないですけど自己満でやってるんで嘘ですよ、自己満じゃないですよ、一応人のためになることを喋ってるつもりなんですよ、はい、私なりの感覚で人のためになることを一応やってるつもりなんですよ、はい、ちょっと真面目すぎるかもしんないぐらいのチャンネルだと思ってますよ。もうちょっと笑いが必要なんじゃないかなと思ってるんですけど、僕もう昔からお笑いのセンスがなくて、笑わせる人じゃないんですよ、私は。私は人を笑わせることができる人間じゃないんですよ。人に笑われる人間なんですよ。そうですよ、もうめちゃめちゃ天然で、天然も天然で、もう人から笑われる人生なんですよね、基本的には。人を笑わかせるようなスキルは持ってない。全然持ってないんですよ。はい。人を笑わすことができるとき、それは落ち着いて女性とデートしてるときだけですね。そういうときにウィットが飛んだジョークとか飛ばせるんで、だから相手のデートの相手が頭のいい人だったら、あ、この人頭いいなっていうのが分かるようなジョークを飛ばしますね。はい。そういうのには自信があります。はい。けど、なんか、うわイエーイみたいな、これからこんなことやりまーす、あ、すげえ、わーみたいなことはできないんですよ。はい。今やりましたけど、真似をね、真似をやりましたけど、リアクションの。はい。けどそういうのはできないんですよ。全然できないんですよ。はい。そういうので笑いを取れないんですよ。はい。多分引くと思う。引くっていうか、なんていうか、面白くないよって言われちゃうと思います。頑張ってるのは分かるんだけどみたいな。なんでね、このチャンネルこれからどうしていこうかなって、政治ちょっと1個終わらせたんで、ちょっと増やそうかなとか思ってるんですけど、はい。あと海外旅行の観光スポットはもう終わっちゃったんで、だいぶ前にもう行った観光スポット全部話しちゃったんで、それも終わりましたし、アルコールも日本語編は終わって、今海外の人にアルコールを紹介してるんですよ。はい。まあそれも、あと、10本ちょっと飲んだらおしまいですし。はい。とはやることが、まあちょっとずつ減らしていってる感じなんですよね。はい。前世紀と比べると。なんか新しいネタないかなと思ってるんですけど、はい、あんまり僕才能がないんで、とにかく能力を持ってないんで、はい、何かこう光る能力、こうバズる能力、うわこれはすげえ天才だみたいな能力を持ってないんですよ。いやドラム一応特技ですよ、けどドラム特技ですけど、その僕の年の年齢で上手いドラム叩いたからってバズります？バズらないでしょ？ただのベテランドラマーがドラム叩いてるだけでしょ？そんなの全然面白くないじゃないですか。12歳の女の子がバッチバチに叩いてたらそれはバズりますけど、はい。別にドラム叩いてもなーって感じですし、剣玉も僕初段持ってるんですけど、剣玉初段って今大したことある？って思いますし、はい。まあ、英語でコンテンツやってますよ、今。一応二つ。音楽と何か。まあ、観光スポットと日本の音楽一曲みたいな感じで。
やってますけど、まあ、曲紹介はね僕ストックたくさんあるんで、はい、いろいろあるんですけど、だから結構長く続くと思うんですけど、はい、他僕特技はないんで、特技で攻めるわけにもいかないじゃないですか。そうすると何もないんですよね。はい、でもどうしようかなと思って。家の紹介もし終わったし、いろんな美術品とか、はい、家の様子とか見せ終わったし、はい、もうネタ切れってやつですかこれ。だからこういう時ってほら、こういう時にあの芸能人とかだとなんか渡米とかするんですよね、多分ね。渡米とかしてなんか新しいなんか充電期間とかって言ってなんか充電してから戻ってくるんですよね。はい、でファンは待ち続けてるんで、ファンクラブは存続 してるんで、あの活動再開したらファンが戻ってくるみたいな。けど僕が充電期間ですとか言って配信停止したら、多分チャンネル登録者数がどんどん減っていくと思うんですよ。あいつ辞めたんだみたいな。もう邪魔だからちょっとチャンネル登録数多いから、ちょっとチャンネル登録の整理しようっていう時とかあるじゃないですか。通知いらねえ、これ通知いらねえとかあるじゃないですか。そういう時に僕も削除されるんだろうなと思って、だから何か続けなきゃなと思ってるんですけど、はい、ネタがちょっと薄まってきたなって感じありますね。はい、ちょっと考えようかなと思ってますね。はい、まあ知り合いから勧められたのは AI の紹介なんですけど、はい、AI の最新動向の紹介なんですけど、それもそこまで僕詳しくはないんですよね。はい、いや動向は追ってますから概要は分かってますよ。けど具体的に画面を見せてどうのこうのみたいなことをするほどの能力も気力もないですし、はい、だからそれもちょっとなんかなと思うし、でも私は体も動かさないでしょ、だから何があるのかなと思ってちょっと迷ってますね。迷いのひろきになりつつあります。はい、まあね、そんなこと言いながらね、あの今度は夜の真夜中の一人語りではこれからこんなことやりますとかなんかいきなり言いそうですけどね。新シリーズお楽しみにとか言ってそうですけどね。はい、もう6時間で12時間か12時間でもう思いついたみたいな、新しいシリーズ思いついたみたいなこともあるかもしんないですけど、はい、まあ朝のお勤めちょっと減らしたいなっていうのもあるんですよ。実はあるんですよ。朝のお勤め長いなと思って結構時間かかってるんですよ。2時間半ぐらいかかってるんですよ。このだから一人語りも含めたらだから結構時間かかってるんですよ、朝のお勤め。はい、 YouTube、一人 YouTube、 はい、だからグループの YouTube のこともあるじゃないですか。で求人とかやってるんですよ。僕が社長であり会長であり取締役であり総務部長みたいな、人事部長でありみたいな感じで、あとはちょっとお手伝いさんがいるみたいな感じのグループなんで、はい、あとはみんな好きなことしかやりたがらない人ばっかりを集めちゃったんで、はい、あの2ヶ月で25人集めるって言ったらそうなっちゃうんですよ。はい、いや編集専任者とかいますよ。編集を専任でやってくれる人とかいるんですけど、もちろんいますけど戦力足んないですし、はっきり言って
収録はどんどん進むんですよ。収録はガンガン進むんですよ。けど、あの編集が追いつかないみたいな感じになってて、今ちょっとそれを昨日討議してたんですけど、まあもうそれは固まったんでいいんですけど、それは今日のアップルズムーブの裏話で話しましたね。もういいです。はい。まあアップルズムーブの方はまあ僕の YouTube と比べたら、まあこれから順風満帆にいっていくんで、方針決まったんで、はい、これから続々と配信がなされる予定なんで、はい、まああまり心配してないんですけど、ネタには困んないんで、とにかくネタが詰まってて困ってる状態なんですよ。ネタはあるんだけど今やっちゃいけないみたいな編集さんが追いつかないからネタちょっと撮るのやめましょう、止めときましょうみたいなこととか、あとスケジュールが合わないとかね、まああるんですけど、まあとにかくまあネタは尽きないんですよ。25人もいると特技いろいろ持ってるんで、それぞれはいやりたいことたくさんあるんで、まあこれはまあネタバレになってしまってもいいんで言うんですけど、ボイスパーカッションができる人がメンバー中に2人いるんですよ。だからズームで、あ、だから1人は離れてるんですよ。1人は東京じゃないんですよ。だから一緒に集まることはできないんで、ズーム上でボイスパーカッションバトルをやってもらおうかなとか思ってるんですよね。はい。これなかなか面白い試みだなと思って、はい。これだったらデュエットしなくてもいい。てかデュエットはできないんですよ。時間差がね、どうしてもタイムラグが発生しちゃうんで、ズームってね。はい。だから同期はできないんで、だったらバトルをやってもらおうと思って。はい。そういうこととか、他にもバンドを組むこととかも考えてますし、はい。ベーシストだけ足りないんですよ。はい。ベーシスト今募集中なんですけどね、なんでね。はい、求人。あの我々の公式ツイッター見てもらうと分かるんですけど、ベーシストも募集内容に入ってるんで、あのベースあの手引きでフィンガーピッキングでできるよっていう人、あのぜひおいでください。はいはい、作曲者はたくさんいるんで、はい、歌う人もたくさんいるんで、でキーボードとギターは間に合ってるんで、はい、まあちょっと音楽もやりたいなと思ってるんですけど、いきなりオリジナルの音楽の曲出したりすると、あ、この YouTube はあの音楽の趣味の人たちが集まってそれを披露したいだけのチャンネルなんだって思われちゃうんで、まあエンタメ、基本はエンタメでやるつもりなんですけどね、はい、エンタメにちょっとこうアーティスティックなところを混ぜていくみたいなスタイルでやろうと思ってるんですけど、問題は僕の YouTube ですよ。僕の YouTube 何のチャンネルなんだよっていう感じなんですよね。はい。まあ、Vlog なんで何でもやっていいんですけど、僕ができることだったら何でもやっていいんですけど、僕のできることがね、何と言っても少ないんでね、もう困っちゃってるんですよね。ほんと。はい。ちょっと考えてみたいと思います。はい。そうですね。はい。何あるかな。やっぱ他の YouTuber とのコラボとかやってみるのもいいかもしれないですけどね。はい。まあいろいろちょっと考えてみたいと思います。はい。まあ今のままでも別に悪くはないんですけどね。はい。僕としては別にまあ。朝のお勤めは早めに終わらせてメンバー探ししなきゃなみたいな感じなんで、今はね、メンバーもうちょっと揃ったらだいぶいいんですけど、今はちょっとあれなんで、まあそんなとこっすかね。はい。とにかく次新シリーズを考えてみたいと思います。まあ何かやってると多分思いつくと思うんで、はい。それをやります。はい。
って感じですかね。はい。はい、飲み終わりました。ということで、結論なしということですね。結論なしというか、疑問符をこうたくさん出したっていうところで終わりました。はい。さて、夜の一人語りで何か発表があるのか、それともいや結局見つからないんすよってなってるのか、そっちの可能性が高いですけどね。お楽しみにしてください。お楽しみにしてくださる方は、はいはい、ということで今回はここら辺で配信を終わりたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。それではまた別の配信で、できれば別の、別のじゃない、私のチャンネル内でお楽しみください。それではさようなら。ご清聴ありがとうございます。こんにちは。お昼だねー。